もののけ姫で人間と自然の関係を描ききった宮崎さんは、もっと遠くへ行きたいという思いを込めて、千と千尋の神隠しに挑みます。今平井さんが13ですけど、その会の、ガールフレンドが私には何人かおりまして、ね、その子たちに見せたいと思って、その子たちに喜んでもらえたらおじさんの勝ちっていう感じで作ってるんです。今までこうあってほしいっていうふうにして作ってきましたけど、そういう主人公と違ってですね、こうなんだよなっていう女の子なんです。たかがいかないんですよね。もう毎回こうやって驚いてますから。主人公はどこにでもいる10歳の少女千尋、いや少しブータれている。それは囲われ守られ遠ざけられて生きることが薄ぼんやりしている現代の子供を映したものでした。そんな子供がある状況に追い込まれ危機に直面すると、本人も気づかなかった生きる力を発見することになります。世間に出ていくっていう、出て行って自分の中に眠ってた力が湧いてくるっていう映画を作ろうというふうに思いました。それは何度も喋ってますけど、その若い友人たちがですね、そういうふうに生きてほしいという願いと、多分そういう願いを自分たちが持ってるのを気が付きもしないかもしれないけど持ってるなと思ってるから。千尋は当初こんなへっぴり腰の女の子でしたが、湯屋で働くことによって大きく変身。テキパキと助けをかけ、危険な道も一直線に渡っていく凛々しい少女となります。この物語に絡み合うユニークなキャラクターたち、その多彩さは驚異的でした。おーと遊ばないと泣いちゃうぞ。そして絢爛豪華な舞台設定、それは禍々しくきらびやかで悪趣味すれすれの世界です。それら予想もできないビジュアルがあれよあれよと思う間もなく登場して、まさに不思議の国へ誘われます。さて宮崎さんはいつも物語を全部作らないで制作を始める人なのですが、このままでいくと上映時間3時間を超す超大作になってしまうと気がついた。さあどうしようと大作会議が開かれると、あいつにしようって言い出したんですよ。なんすかあいつって言ったら仮面男だと。で目の前でこういう話にするって言って、今の話をねダダッと作ったんですよ。それを聞いた時にね、まあ、僕はその時は言わなかったんですけれど、あ、これ自分をやろうとしてるなとは僕は思ったんですけどね、うん、これがそのあいつ、後の顔なしの初登場場面。監督の絵コンテを見てみると、まあいい加減というか名前さえ決まっていなかった。お化けか妖怪か神様。これが2度目、そしてこちらが3度目。それでもまだ仮面の男と呼ばれるレベル。この男が中盤の主役に抜擢され、物語を収めてしまうのですから、監督の頭脳はどうなっているのか恐るべしであります。もののけ姫や千と千尋の神隠しを初めて見た時はすごく怖かった記憶があります。でもしばらく経って少し大人になって見直した時は、最初気づかなかったことにいろいろと気づきました。見るたびにいろいろな発見がある。それもジブリアニメの魅力の一つだと思います。顔なしと千尋が水中列車に乗る場面、実に幻想的でありました。心象風景のような、何か心の奥底にしまわれたものが呼び起こされるような映像、普遍的な懐かしさが喚起される映像。開けない自分の脳みその蓋を開けることだと言っていました。自分の深層心の中にこう扉を開けていくんですよ。それで そうするとこう突然道がつながってね、これこういうことが自分がやりたかったって分かったりするんですけど、でそれがこの世では全然通用しないことだったりするんですよね。あんまり深く入りすぎると戻れなくなるんですよ。さて千と千尋の裏テーマは水と人間との関係、水の記憶を取り戻す物語でありました。
立てない、どうしよう。映画冒頭、腰を抜かして立てない千尋に白が呪文を唱えます。そなたの内なる風と水の名において解き放て、立て。内なる風と水が秘めたる生きる力と結びついていたのです。千尋は幼い頃、川に溺れかけたことがあり、竜の姿をした白の背中に乗るとその記憶がよみがえります。そしていよいよクライマックス。千尋ははっきりと思い出します。靴を流してしまい溺れかけた川、その川の名前は琥珀川だったということ。その川はね、琥珀川。あなたの本当の名は琥珀川。名前を奪われていた白は自分の名前を取り戻し、本来の姿に戻るのでした。千尋、ありがとう。私の本当の名はにぎはやみ琥珀主だ。あの靴が流れていく場面、雪の女王へのオマージュでありましょう。実は宮崎さん、命の源としての水にずっとこだわってきた水の作家でした。未来少年コナン。カリオストロの城、水中都市。風の谷のナウシカ、オウムたちが住む湖、深いの底の水流。ラピュタの水中都市、この透明感を出すために縦ぼかしという画期的な手法が生かされました。街だ。隣のトトロ、家の前の水路。そして宮崎さんが本当にうまくいったという雨、うん、魔女の宅急便、小田部さんの例の波、そして海の気持ちよさ。紅の豚は飛行艇ゆえに水尽くしの映画。もののけ姫、獅子神の沼。そして崖の上のポニョ、水と海をキャラクターにまで高めて描いた映画でした。あの人、ゆやにいるからいけないの。千と千尋の水中都市、そして水中列車。これだけのこだわりは何か幼児体験があったのでしょうか。この映画作ってて思い出したんだけど、その小学校3年の時の遠足でね、薄めにいたんですけども、その水道、その浄水場行ったんですよ。で、浄水場のその水道の貯水池っていうのがこういう丘になってて、草が生えてる丘の中にあったんですよね。で、窓があって覗いていったらみんなで帰り箱覗いたんですけど、中はそうレンガで作ったドームになってて、水がいっぱい溜まってて、ジャージャーと落ちててね、だ地下のトンネルですよね。トンネルとか地下の広場というか、水浸しの、それ見てしばらく僕その絵ばっか描いてた記憶なんですよね。なんでその時それに惹かれたのか僕分かんないですよね。もうちょっと前の記憶や前の DNA かなんか知らないけど、そういうものの中にその地下のその水槽っていうものにね、惹かれたんでしょう、きっと。さて、公開された千と千尋は再び社会現象と化し、空前絶後、2350万人が劇場に足を運んだのでした。2001年10月、三鷹の森ジブリ美術館がオープン。それ自体を一本の映画として作りたいと宮崎さん、入った時より出る時ちょっぴり心が豊かになってしまう美術館を目指していました。千と千尋の海外での評価は頂点を極めました。2002年2月、ベルリン映画祭にて金熊賞を受賞。
2003年3月、アメリカのアカデミー賞で長編アニメーション映画部門、そのオスカー像がジブリに届いた日、宮崎さんは自主制作する CD の打ち合わせ中でした。